こちらも拙者扱いなんだと思うんですが、この社自体も結構立派なところですね。八王子社、それから恩知神社でいいのかな、住吉神社、吉野権現、この花咲夜姫のこの感じのって感じは珍しいですね。木の花開く矢が、この字はまだ出ないような気がするんですけど、ここの地方独特かな。はい、ひげこ神社ですね。で今ね、結構色が抜け、ここはやっぱり、ね、色抜け落ちちゃってるんですけど、上はまだ飾りの模様が残ってますね、この壁面がね、壁面も若干だけど残ってるんですよ。もうちょっと残ってれば、ね、絵が分かるんですけどね、ここまで抜けちゃってると分からないですね。でも裏もね、なんかあったと思うんですけど、ここは朱色で塗っちゃってて、でこっち側は、ね、若干残ってるんですよね、若干ですけど、なんか書いてあった。それにこうどこかでちゃんと修復をしないと分かんないものになっちゃう。結構立派な拙者ですよ、これ。山の奥の神社だったら、これ拙者じゃなくて普通に神社っていうぐらいの大きさですからね。はい、ぜひ参拝してみてください。